マイトです。国尾です。えー、本日は、何の記念日でもないのですけども、えっ、ー、と、語りたい、猛烈にお届けしたい、確認したいなんていう、えっ、ー、と、女の子について触れたいと思っております。上村あかり、ジュースジュース。えー、もう、ハロプロの歴史の中でも、上から数えて、好みによって、 何人か目の美人美女で間違いないと思います。彼女について振り返ってみたいと思っております。お付き合いください。上村ですよね。もう最初は。最初はね、今からもう何年、八年ぐらい前ですかね。僕ね、あの。吸気オーディション、モーニングセの吸気オーディション受けた時、どうこうみたいな情報はあんまり存じておりません。 やっぱり2012年13年ぐらいになると思いますね最初のきっかけなんていうのはねも、まあ、れなく研修生そして研修生からでもどうしてもジュースジュース入ってということになりますし本人も本人のキャリアを語る上でもジュースジュースをお話ししていて間違いないと思っております今日はほぼほぼジュースジュースの話になると思います、まあ、最近はねあのいろんな記念日とかをね言ってたけど な今日は上村あかり上村あかりで十分伝えられるものがあると思うんでお届けしたいと思いますえー、っと最初のまあ6人組5人組どちらでも大丈夫ですえー、っと最初の頃のジュースジュースということですねでその中で上村がどういうポジションだったかといったら僕は歌唱面だけで考えたら5番手6番手だったと思いますでそういうスタートそして年齢で言えば 6番手でしたまあ5番手6番手でしたねでその中から簡単に言ってしまえば着々と駆け上がっていきますこれが何であったかっていう説明を3つにまず分けてお届けしたいと思いますお付き合いくださいまず1つ目人間の才能というのはほぼほぼ環境に依存しますその中の1つ目環境が手に入っておりました環境とは何でしょう ジジュースジューースス高木小雪と宮本花んがいるグループです。まあ、大塚もいたんで,すけどでこの環境の中で、えー、とどういうことが培われるかといったら当時13歳ですよね上村あかり13歳の女の子にそしてまあ彼女のキャラクターというところこれが魅力なんですけれども彼女のキャラクターというのが非常に柔軟あと吸収力の高いそして 屈託のないストレートさというところがあります。で、このストレートさをんんて言うのかな持ち合わせることって、通常13歳の女の子だとともすれば、もっと大人びてしまうんですよね。で、そういうことがなく、非常に環境に何と言うか、素直に入っていった。そういうようなのがジュースジュースのスタートだったと思ってますね。で、えー、ライブ動きを見ていると非常に出だし。 魅力あるんですよただ集中力というところで序盤はもう一番、えー、出したらサビ途中ぐらい一番が終わるかサビ途中ぐらいで飽きてるのか何なのか集中力切れるというようなのはね、えー、ウェム、うん、あった気がします。まあですけれどもこれはそれ以外のメンバーというのはそういうことじゃないわけですよ。がゆえに。 彼女というのはその環境という才能を手に入れていて、そして柔軟ですから、着々と吸収していって、周りの女の子たちに負けない技術、そして負けない体力、集中力を持つようになります。まあ、ですからこの最初の1個目が環境ということです。で、2つ目。天性の才能。天性の才能とは何だ彼女は音感がいいです。 えー、音感がいいところを証明できるものはもう CD でも DVD でもあると思うんですけれども、えー、っとよく歌がうまい、えー、っと下手なんていうこと言い方しますけれどもグループアイドルにとって何が重要かといったら主戦になる女の子っていうのがもう決まっている場合は特にですけれどもまあおそらく最初からそういう皇室という部分をつんくさんはじめ身づかれていたんでしょう。 彼女の声というのはどこにも食い合いません。そして、えー、としっかり真に魅力があり、少し甲高いところ、鼻にかかるところが心地いいです。出過ぎないです。で、こういう部分、まあ、天性と才能と言っていいでしょうね。えー、そして、そこも日に日に磨きがかかってきます。まあ、 これっていうのは本当にいろんな曲で上村の声特に初期の僕はお勧めするんですけれどもファーストスクイーズというアルバムで確認してみるのがいいと思います。まあ、なぜかというとファーストスクイーズを見てさえすればえっ、ー、とねパートが5つしかないわけですよ。そうするとどこが上村かというのは大体いいわかります。でそこから まあ急にうなますでもいいですけどどういうふうにウェム村というのがボーカリストとしてレベルが上がってきたかというのはジュース・ジュースは幸いレコーディングされている音源というのがものすごくキャリアの割に多いわけではないので、えー、と気づきやすいのではないのかなと思います。やっぱり映像画像を見てしまうとあのウェム村の魅力に目がいってしまうんで音を聴く歌という面では CD、えー、まあストリーミングでも何でもいいですけどを聞いてみることをお勧めいたします。 まだこの天性の才能、声というところだと思いますけれども、これが2つ目です。で、3つ目、もうこれは触れないわけにはいきません。美貌です。ハロープロジェクトという方、えー、とこれは誤解を招かずにいます。比較的個性的な、えー、と見た感じとかキャラクターの方が集まりがちで、この2つ目の個性的というところにはもちろん当てはまってますよね。ですが、 もう最高のギャップ芸でしょう静止画の美しさそしてリアルで見た時のちょっと見せる女っぽさですか最高ですねうんもうこれは最高と言っていいでしょうアイドル界ハロプロ界に来ていただいてよかったなと なぜかというとアイドルの方というところそれとパフォーマンスというところを自分で表現しながら美貌を振りまいてくれるということですこれはね、えー、まあ僕牧野マ,マリアとかも好きですけれどもね、まあ谷本もいいですけどね、えー、ももっとなんていうかハローっぽいんですよねハローっぽいとこ持ってんですよね このキャラクターっていう意味ではねここは意外と皆さん語られないですけれども上村あかりの「飛んでるところであちょっと頭がねパーンと飛んでるところ」って若い頃見た人いっぱいいると思うんですけどあれもあの五感とか言葉が間違えたとしてもそんなになんか外してないんですよ。これはねずっと続いてます。 で今はまあ言葉も冴えてきたということによって、えー、ちょっと常任ではたどり着かないところに行っています。まあ、これが大きな3つの才能ですね上村あかりを表現する上で、まあ、魅力ですね、うん、ということだと思います。えー、とでその上村がジュースジュースで活動していくということになります。まあ、先ほど言いました環境というところ初期のうち非常に集中力体力という面で。 えと不安があったたように映りましたいや僕どのタイミングぐらいかなっていうのはなんとなくですなんとなく覚えているのは2010あれ6年だったかな武道館前ですよねのタイミングであれは10 15年になるのかで16年頭ぐらいのタイミングで、まあ、W2O も半ばに差し掛かり、えー、とドラマ武道館前ですよね。 でここどういうとこだったかっていうとあの上村かりも写真集だ出してるんですよ。でその日に風邪ひいちゃったかインフルだったか確かまあいずれにしろ体調不良で次の日の埼玉公園というのをあの金沢智子凱旋公園を欠席するんですね。でその時に、えーとまあ、床にも途中であの具合悪くなってしまって3人で回していくみたいなのがあったんですけど。 僕体力的に不安感じたのは上村そこ最後ですねでその後は体力的にはもうむしろある方で集中力という部分で言うとあ僕はもう武道館以降だったかなと思いますねちょっとねにともすれば2番で飽きてるあとちょっと口がポカンと飽きがちみたいなところあ,あって今もまあそこ可愛く美しくあるんだけど。 まあその辺がなんか「おい大丈夫?」っていう感じだったんですよ。でそれはもうなくなってきたなっていうふうに思ってましてそれがゆえにおそらく2016年の武道館公演ジュースジュース最初の武道館公演なんていうのは、えー、とすごく素晴らしい内容になったと思います。かっこよくなりだします上村が。でかっこよくなりだして、えーまあ「うなます」というアルバムはかなり後に結果出るんですけどワールドツアー用に。 用意されていく東京グライダーであったりまあ様々ですよね、うんもうまあ、サレンダーもそうだけどさまざまな曲の中で衣装もなんていうかね全然全部浮かない聞こなす他のメンバー浮いてるってわけじゃないなんかそういうニューウエムラが見えたような印象ありましたそれと、まあ、初期の頃わちゃわちゃやっていたユカニャとの戦いみたいなのも 落ち着いてくるんですよねあの型ができてきてそこに対して、えー、と安心感のある戦いになってくるというかねあれも楽しかったです、ね、まあパートナー室尾もそうですけど上村の魅力というところでいうと女の子一人隣に置いた時に必ず輝くしかも相手を輝かせて自分は三歩下がれるなんかもう主婦というか。 またこれ間違いそうだけどに古き良き日本女性の鏡のような実は見せ方が自然にできてしまう人です思い返してください隣の人をこの美貌で食ってしまったことがありますか僕は一回も見たことないそれはかりんと並んでてもそうだしアイドルアイドルしたようなところでは絶対に勝とうとしませんポップミュージックのビデオも見てみてくださいねもうリリース前ですから あれだけ昔のミキティみたいなピンク・レディみたいなことをやって最も様になってるという言い方もできるその中でじゃあここだっていうさゆきとかここだっていうかりんここだっていうマナカン勝ちにいかないっすよねこれはもう美貌と同時に才能ですグループアイドルをやる上で こんなに使い勝手のいい子は多分いないと思います。でじゃあソロでやった時にバースデーイベントなんてありますよねどんな感じかっていうことも触れていきましょう彼女はソロでやった時も全く年々ですけど全くマイナスになりません年々増していってます理由も説明していきましょうもともとの声の停止というのがえー 彼女の場合合は人とと食いいわないことがありましたしかし環境に依存した才能があったおかげでさゆきの歌い方かりんの歌い方まあ今で言えばダンバラルーもそうですよねルルと並んだ時だって絶対ルルーを食い合いませんよあの美貌で恐ろしい恐ろしいバランスか何を言いたいかといこと戻しますけど、えー、歌というところで 自然に吸収していたんですですから彼彼女にはりりがありますこの空間このスペースの時にどうなってた音が気持ちいいかって僕は肌感で分かってると思うだから出せてしまうんです昔のどっかの動画であったと思いますこれ調べでリンク貼れるようにしておきますけどホールかなんかで生声をマイクを通さず出していた時に非常に共鳴する分かりやすい声を出していたシーンがあったと思います。 これ確か先生かなんかでもボストレーナの先生にもその声というのはすごく褒められていたそんなようなシーンだった気がします。ちょっといろいろど度忘れしてるんだけど。でも何が言いたいかというと上村自身の声というところはあもし何でもない本人が歌手であったりジュースジュースという環境を得れなかった場合のアイドルグループだった場合ここまで伸びていたかここまで肌感で。 音を出せるボーカリストになっていたかそれを考えると僕はイエスではないと彼女はジュースジュースにいたから輝くことができもともとの女性の輝き艶を何倍何十倍にもしているそんな子に見えていますさあこの動画も終演に向かっていきましょう上村あかりじゃあここ数年どういう感じかそこに行きましょうねえと本人自体 ブログこれはぜひ見てほしいですブログの言葉は子どもの頃という言い方をしましょうね子どもの頃は少しとっちらかってる感じで日本語を操れてませんでしたですけれどもいつからでしょう,じゅう僕やっぱり2017年ヤナミンそしてダンバラルルこの加入によって末っ子だった上村あかりが途端にお姉さんになります そうですこれも環境による環境による与えられたポジションをいきなりやれるようになりますそして似合わないわけじゃない素晴らしい彼女の素晴らしいところはあそこでお姉さんをやっても当然他のお姉さんと食い合いませんああまあそしてブログの文章が冴えていくわけです あ決して後輩を突き放したりバカにしたり、えー、とそれによって変な近づき方まやかし方まあまあさまざまですよねいろんなことを選んでいる子ではありませんなんかもうポイントここだと思ったらその言葉は当ててるんですよでその後は背景っていうところを点点点と見せていくで実は文章というのが 未熟にに見見ええても一つのポートレートトレる芸術家のような、うん、ポエマーとはちょっと違うんだけど芸術家のようなブログを書くなっていうふうに思いました、まあ、最近はヤフゾウさんも近い感じがありますけどちょっとまーちゃんよりかもしれないねヤフゾウさんの場合はねでもヤフゾウさんもここだというヤフゾウさんってうるせえな俺リアイの場合はここざとリアイの場合もここぞというところでは 伝統なんですかね彼女も上村とかか見ててて知ってるんですすね言葉冴えてます、ね、そういったブログの言葉そして、えっと、お姉さんになってくる上村というのを見て、えー、今パフォーマンスというのがね、えっと、ソロでやってもバースデーでソロでやってもジュースジュースとグループでジュースジュースというグループでどこのポジションでやってもお姉さんがいてでも同期がいてでも妹分がいてでも。 彼女の声というのは艶があり色がありそしてなっていますでセンターポジションを奪わないこの才能先日卒業しました室田瑞希室田瑞希がどういう子だったかです同じようなポジションをアンジュルムやってましたあーこれはね本当にいい 友情友人関係を育みグループというアイドルにアジャストしそしてなおまだ21歳彼女の魅力というのは物語が続いていきます僕は上村あかりという女の子を見た時に最初に思った印象は「すごく美人だな年齢よりいくらいくつも大人に見えるな」でこんな大人に見える女の子がハロプロではそんなに長い間 成長し続けていくことは難しいだろうな。直感でそんなこと思いました。もう謝りたいですね。すべて裏切ってくれてます。そして。こんなにハロプロの中で。なんていうんですかね。あの女性の友情というもの。それとグループアイドルの中での育ち方みたいなのの。僕は正解例だと思います。表現してくれている子に出会えたことは上村あかり以上ではありません。 これからもジ、ね、ジ、えー、ジュースジューーススそしてハロープロプェクト自分のペース自分の感じたままでいいと思います、えー、と支えたり支えなかったり隣に寄り添ってあげるだけであったりというような、えー、女性でいてくれると思いますんで、えー、その横顔正面の顔美しいシルエットなんてのを見せていただきたいなと思っておりますじゃあ本日はこの辺にしましょう、えー、とまたジュースジュースに関しましては、えー、と私 全メンバーワールドシリーズに関してあとニューシングルに関してなんかもねお届けしていきたいと思っていますのでえとどうしても思い入れのあるグループなものですからえ話がちょっと顔入ってっちゃうとかあるんですけどその辺はちょっとお見逃しいただいて引き続き国おチャンネルの方もお付き合いのほどよろしくお願いいたしますでは本日はジュースジュース上村赤井についてでしたまたね